ガイアナ国内のグアヤナ遺跡場の位置と、ベネズエラグアヤナ遺跡場とは、ガイアナ西部にあり、西隣のベネズエラと領有権を争う地域を指す。ベネズエラの主張では、エセキボ地域。エセキボ川以西が該当し、面積は159,500平方キロメートル、行政と支配権は1966年の協定により、ガイアナが握り、ベネズエラが領有権を主張する。グアヤナ遺跡場の諸州を左上から時計回りに見る。1、バリマワイ2州2、ポメローンスペナーム州3、エセキボ諸島イコール西で、メララ州6、クユニマザル2州8、ポタロシパル2州9、アッパータクトゥイコールアッパーエセキボ州国境をめぐる、ベネズエラとガイアナのいざこざは、かつての植民勢力スペイン対オランダイギリスの時代に根ざし、1966年のガイアナ独立で問題がさらに複雑化した。この領域の帰属は1966年2月17日に取り交わされたジュネーブ協定に依拠しており、当事者が紛争に対する実際的で平和的かつ満足のいく解決策を見つけることに同意するという規定のもと、イギリス、ベネズエラと独立前の英領ガイアナの3者が調印した。ところがベネズエラは外交チャンネルや経済の手段を駆使し軍事行動に訴えてガイアナが当該地の開発を進めようとするとそれを支持する国家に対し経済制裁をほのめかし圧力をかけてきた。紛争地は鉱物資源が豊かであり、またガイアナの国土面積の3分の2にあたるため国勢も経済においても深刻な問題である。当該の地域はガイアナの法律に従い6つの行政区に分かれる。配置図の番号と対照する。バリマワイ2州、ポメローンスペナーム州エセキボ諸島イコール西で、メララ州、クユニマザル2州ポタロシパル2州アッパー、タクトゥイコールアッパーエセキボ州この地域を自国領と主張する。隣国ベネズエラは、しばしば地図上のグアヤナ遺跡場を線で囲み斜線を引いて、復帰すべき地帯と注書きをしている。またこの地域に隣接するベネズエラのボリバル州並びに、デルタアマクロ州の2州は、エセルボー地域をベネズエラの領土として、州憲法に規定する。ありがとうございます。